こんにちは。シュん先生です。Japanese Vocabulary Quiz 1問題 1, <laughs> 1空欄に何が入りますか暑いですね。エアコンを1つけましょう。 2開けましょう」3「3. 押しましょう」4「4. 開きましょう」答えは「熱いですね」「エアコンをつけましょう」 暑いですね。エアコンをつけましょう。暑いですね。エアコンをつけましょう。問題2。ああ、喉が。冷たい。水が。 飲みたい 1. 痛かった 2. 乾いた 3. 吸いた 4. 濡れた答えはああ。 喉が乾いた。冷たい水が飲みたい。ああ、喉が乾いた。冷たい水が飲みたい。ああ、喉が乾いた。 冷たい水が飲みたい問題3すみませんお手洗いをください1かけて2かりて 3. 返して」「4」「貸して」答えは「すみません」「お手洗いを貸してください」「すみません」 お手洗いを貸してくださいすみませんお手洗いを貸してください問題4あの先生の授業は 1> 1「つまる」2「つまらない」3「つもる」「四」「つもらない」答えはあの先生の授業は あのまらないの先生の授業はつまらない。問題5これは 食べられない。一、まずくて。二、おいしくて。三、安くて。四、きらくて。答えは、 これはまずくて食べられないこれはまずくて食べられないこれはまずくて食べられない問題6 <laughs> 今日が、で、明日が、三日です。一、二十日。二、二日。三、四日。四、二十日。 答えは、今日が2日で明日がつ日です。今日が2日で明日がっ日です。 問題 7A さん「東京まであとどのくらいかかりますか?」B さん「もうすぐよ」1つきます 2出ます。3「3動きます」4。「4帰ります」。答えは「もうすぐ着きますよ」。「もうすぐ」。 つきますよ。東京まであとどのくらいかかりますか。もうすぐ着きますよ。問題八。失礼ですが、鈴木さんではありませんか。一 「に」2「あのー」「さん」「ああ」「よん」「じゃあ」「こたえは」「あのー」「しつれい」ですが。 鈴木さんではありませんかあのー、失礼ですが鈴木さんではありませんかあのー、失礼ですが鈴木さんではありませんか問題9 チャンネルを変えるので「テレビの」をとってください。1リモコン2パソコン3エアコン4 コンピューター答えは「チャンネルを変えるのでテレビのリモコンをとってください」「チャンネルを変えるので」 テレビのリモコンをとってくださいチャンネルを変えるのでテレビのリモコンをとってください問題 10A さんただいま B さん「いってきます」2「にいただきます」3「さんいらっしゃいませ」4「よんおかえりなさい」こたえは「ただいま」 おかえりなさい。ただいま。おかえりなさい。ただいま。おかえりなさい。それでは今日も楽しく日本語の勉強頑張ってください。またね。